来たよ、くるちゃん。また来た、何？また来ました。来た、何？せいじ、ちょっと配達、なんか誰？せいじ、聞いちゃって。はい、何です？警察？誰？ゼロマックスです。ゼロマックス？ちょっと待って、ちょっと行くわ、ちょっと行きます。はい、ちょっとチコレちゃんどいて、なんか来たわ。何？何？何や次は。あ、なんで、なんです？デリバリーです。イリバリ？デリバリーです。デリバリ？はい。あってますね。田崎大輝、デミグラス、デミゲステキ、頼んで、え、いくら？1万？1万円ですね。嘘でしょ？頼んでないんですよ。それ電話番号あってます？08091999038。ちょっと待って、確認してくる。それさ、それいたずらなんだよ。1万円だってバカじゃないのこれ。でもこちら謝礼終わってるんですね。あ、謝礼終わってんの？はい。あ、そうなの？じゃあ、じゃないんで、あの、楽天なんで。楽天なの？楽天デリバリーの、だから謝礼終わってるんですよ。あ、じゃあもらえばいいの？なんですけど、確認した方がいいですね。うん、ちょっと確認して、終わってんだ。でも、じゃあ電話もかかりかない。あ、ちょ、パルちゃん？ちょっとパルちゃんの名前でも支払い済みのやつ来たんだけど、ちょっと電話番確認して。何？どうしたの？で、パルちゃん。パルちゃんちょっと来て。何？あの電話番号合ってるかなんか、支払い終わってて1万円のデリバリー来たんだけど。1万円支払いの？支払い済みの。そう。差し入れだね。本当。うん。あ、お世話かけます。これ食べたら問題になるみたいな。問題になるの？バナじゃ、バナ。バナなのこれ。1万円分って何の？ステーキ4人前。ステーキ4人前？どうする？多分いいんで、どうなの？確認した方がいい。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 まあリスナーさんが送ったってことだよね。それか電話番号をよく電話して、うん、一応どういう経緯なのかも聞きたいですね。そうだね。でも支払っちゃってるんですよね、もう。一応こちらも店で確認してからのがいいですね。全部分かってからですね。どうなんだろうこれ。もらっていいのこれ。こうもらっていいのか。一回戻って電話して店とこの電話番号確認してみて、うん、OK だったらもう一回じゃあ。そうだね。そうですね。え、店戻るの一回。戻る、戻る、戻る。うん、かければじゃあすぐ電話。はい、うん。一回じゃあ降りて。うん、降り、はい、降りなくていい。そこで電話してね。うん、そこで電話してね。でもう一回なんか。うん。何それ？DM確認してないかちょっと。事件じゃんこれ。1万円のやつを取ってくれたんですけど。ステーキ弁当とか。もらっとけよ。テトリスにする？何やろ？どっちやる？どれやる？テトリスいいな。テトリス？ゲーム。そんなことある？でもゲーム来てないよ俺の。2500円。はい。腹減ってきたな。嘘だろ。本当。なんで俺ステーキでお腹いっぱいにしてよかったじゃん。
いや、最初に言ってよ。いや、俺 DM 来てないよ。来てないでしょ。田崎大輝で来てるよ。何で俺の話使ってる。え、さっきのやつももしかしてワンチャン払い済みだったじゃないの。支払い済みだったんじゃないの。あれ俺の上だったらしいです。あ、これめちゃくちゃ、なんこれホームズゲーム。へー、2人で協力ある。うん、あれあれ、広角ある。広角は来るじゃん、人気来る。まあ、いっか、これ来る。広角持ってきて。来るじゃん、何ですか。あ、トイレだ。電話番号入った？うん？電話番号入った。入った？わかんない。連絡欲しいけどね、DM で送りました。そうだね。あ、これじゃない。支払いでの大丈夫？これじゃない。カテタリス？違う、なんか分かりづらい。どうなってんの、マジで。ペラペラペラですね。でも1万円分だからね。1万円分だよ。富豪だよ、富豪。富豪だよ、富豪。支払い済みだったら受けたほうかな。さっきのやつもどうなってんの、じゃあ。ああ。あれもあれだった、あれだったじゃないの。え、あ、来た。ひっくりさんとか玄関いるわ、せいじ。うん。支払い済みじゃないの、もう。あ、今行きます。そんなのあるよ、支払い済みとか。はい、支払いされてないです。これはちょっと割れなんで。出た、大敵ですね。その電話番号、ちょっと待って、これ犯罪だから。疲れてなかったです。疲れてないの、はい、ってことは、あの再発防止のためには今度からあれですね。どうします、電話番号確認してからの。じゃあ戻ってきてるって感じだったんで、ああ今キャンセルも大丈夫なんで。あ、いいです。そうします、そうします。そうしましょうか。1万円もないもんね、そんな。犯罪だよね、これ。そうですね、いたずらだよね。うん、それは警察行った方がいいね。営業妨害だよ、これ。そうですよね。うん、悪質だね。もうこれ5回目ぐらいだ。5回目だって、これで。うん、いいです、すいません、ごめんなさい。支払い済みじゃないの。だからあの電話番号もデタラメだなんて、そんなことできるの？デタラメの番号で頼めるの？すごいね。でも食べるの？いや、もう返したよ。支払い済みだったの？支払い済みじゃなかった。勘違い。やばいな、それだったら。今何件来たの？今ね、俺の名前で1件と、うん、パルパルの名前で1件。次ゼロワンじゃないの？次ゼロワンで次ゼロワンで来るよ。これ犯罪だから。いや、もうね、来てるんだよ、いつも。まあ、それ。え、匿名でさ、そんなのできるの？デリバリー。え、支払い済みがあったの？済みじゃないの。うん、代引き。5回目。同一人物。ああ、どうした。捕まるよな、これ。お店がね、使われてない番号で来てる。最低だな。え、ゼロは上手くなってる。俺、左だよ。ああ、そういうことか。どっちが前。ピザは携帯番号で出るからできない。だよね。1万円はえぐいよね。何？うん。やりたくなるよ、こういった。悪質だ。事件だ、これ。やる、こういった。この時終わった？なんで？悪質だね。あ、支払い終わってないもん。やばいね、これ。いや、あのリスナーさん開けろって言うから、密だから。ああ、うん。寒い？寒い。嘘。寒いだから。あ、そうなんだ。窓閉めてあげて、うん。
タバコ捨ててよ。捨てないよ。臭い。え？臭い。何臭い？タバコ臭い。嘘。やば。捨てないよ。あの。何？やばい。ちゃんと言わないと言った方がいいよ。捨てないよマジで。退去費用ください。あそうだね。捨てないよ俺。初めてだよこの部屋で。そうなの？嘘つきだから。いうことキャンも。30万。あ、意外に高いね。猫まちゃんにも30万でしょ、だって。あ、そういうことか。あ、やばい。やばい。最初支払い済みって言ってたね、さっきのね。え、支払い済みって言ってた？最初ね、なんか勘違いだよ、多分。ああ。楽天でどうのこうのって言ってたから。支払ってたら言うもん。リスナーさんが？なんで楽天で支払ったって言ったの？怒んなの。怪しいね。何なんだろうね。意味わからん。勘違いだね。あのお兄ちゃんの。ああ。楽天でシャレ終わってるって言ってたね。リボって言ってた。ああ、やばい。配達員のアンチってことないんじゃない？やばい。うん。それはいけるぞ。あ、じゃあ最後皆さんナイスください、最後に。ちょっとあの枠取り直しよう。あーナイスお願いします。やったー最後に。いい勝負してるね。今日の分の内装してない人はね。いやーこれやばい。ナイスお願いします。ガーリガーリー君、バルスナイス。特命さんです。ドンチキ。ガリガリ君です。ナイスをした。ナイスだけお願いします。うん。昔もオーナーちゃんとか出前まみれ。ああ。ナイスあります。枠取り直しです。やばい。ありがとうございます。ナイス。枠るなぁ。うまい、うまい。で、また枠取り直しまーす。ありがとうございます。枠るなぁ。うまい。ありがとうございました。